する人は必ずマナーモードにするか電源を切りください。本日録音録画撮影はお断りしています。しっかりと生でザ・フーパーズを焼き付けてください。もし気分が悪くなった方がいらっしゃいましたら無理せずお近くのスタッフに声をかけてください。また近くに体調の悪そうな方がいたらスタッフを呼んだり移動しやすいように道を作ってあげてみんなで安心できる場所を作りましょう。
万億光年の時を超えて僕たちは旅をする。君を探して。Thank you.
Oh,
何億年続く時空の中で君と出会えた奇跡が僕に光をくれた。たとえどんなに離れていても君の心は僕のものだ。僕が君を離さない。
して僕たちの光はどこか遠くの空へ消えてしまった。君はどこかで見ていてくれただろうか。僕の精一杯の輝きを。光は最後の力を振り絞って君を照らした。君だけのために熱く燃え、そして散った。力尽きた僕は暗闇の中君を探した。もう会えない気がした。君はもうどこか別の時空に行ってしまったんだ。どれだけ離れていてもこの愛は届くのだろうか。君が愛しいよ。君と今だけが得ない君と
ちょっと待って。
Thank you.
狙われています。
こなれたかなって感じなんですけど、今まで緊張してます、絶対。なんでちょっと頑張ってきます。感じがすごい強い曲だと思うので、ちょっと色っぽさとか自分たちにしか出せない色気みたいなものを出せたらいいなと思って最後まで頑張ります。振り付けのポイントが闘牛士なんですけど、あの振り付けの先生に春樹はいつもの春樹でいいよって言われて、分かりましたって言ってやったら、もっと闘牛ポップみたいなこと言われて、最終的には妖怪とか妖怪って言われてて、先生にとって俺何なんですか。ソロコーナー撮り終わったんですけど、ソロコーナーじゃないや、ソロの星を撮り終わったんですけど、相変わらずちょっと緊張しちゃって、ちょっと最初グダグダっていうのもあったんですけど、なんとか無事終わりまして、これからダンスシーンに入ると思います。ダンスは本当に多分今までとまた全然違った振りになってるので、ジャンプしたりとか見たこともあるので、こういうことがあるので厳重に真似するところをみんな真似してやってください。はい、個人的に最初のみんなのダンス踊るところが誠と瑞希で初めてこうついでやらせていただいてて、
誠とはデビュー当時からよく2人でダンス苦手だなって言いながらこう自主練とかを未経験な2人でずっとし合ってた仲だったので、そういう大事なところをやらせていただいたのがダンスではすごい今回そこが嬉しかったです。でやっぱこの拳銃とかもみんなで一緒にバンバンってこうやってくれたら嬉しいです。みずきでした。卒業式という場を設けていただいたので、はい、ファンの皆さんにお手紙を2人から書いてきました。書いてきました。まずはゆひ。じゃあまずゆひから。はい、お願いします。ちょっと自信ないけど、はい、はい、ファンの皆様へ。クーパーズが結成されてから3年という月日が経ちました。僕はメンバーの中で自信もなくダンスも苦手だったり恥ずかしがりのところもあったから不安で押しつぶされそうな時もありました、けれどもそんな僕に夕日のこと大好きだよ、夕日の歌声素敵だよ、夕日に幸せをもらってるよと言われるたびにすごく嬉しくて、こんな僕のことを好きになってくれる愛してくれる人がこんなにたくさんいるんだといつも元気つけられて逆に笑顔にしてもらっていました。休養した時も手紙やツイッターで励ます言葉をたくさんくれ復帰を待っててくれたこと感謝でいっぱいです。3年間は短かったかもしれないけど僕にとってみんなと過ごした3年間はきっと人生の中で一番充実していたし、クーパーズの夕日としてステージに立てたこと、たくさんの人と出会えたことがとても幸せでした。みんなとの思い出も数えきれないくらいあるし、本当に濃すぎる3年間だったし、みんなとたわいもない話をしたこと、声や笑顔、すべて一生忘れることはありません。夕日として活動を続けてこられたのも今までずっと応援してくれていた皆様のおかげです。贅沢な望みかもしれませんが、いなくなってもどうか忘れず少しでも頭の片隅に残しておいてくれると嬉しいです。僕はこれから新しい道を進み頑張っていきますが、みんなも自分の夢や目標に向かってどうか元気に頑張ってください。みんなと出会えて本当に幸せでした。これからもフーパーズは進み続けるので、みんなも力を合わせて支えてください。今日まで本当に本当にありがとうございました。夕日より。じゃあ次は水木さんお願いします。はい、ファンのみんなへ。今日で僕は卒業します。こうしてファンの皆様へお手紙を僕が書くのは初めてですね。この3年間どんな時もファンのみんなと一緒に歩いてきました。悲しいこと、嬉しいこと、楽しいこと、ザ・フーパーズで経験した全ての思い出にファンのみんながいます。僕を応援してくれているみんなは優しくて、そしてすごく繊細で、本当に本当に可愛くて、いつもまっすぐ思いを伝えてくれましたね。ライブのたびにどんなに遠くからも駆けつけてくれて、大きな声でいっぱい名前を呼んでくれたこと、初めての舞台のお仕事をさせていただいたとき、カーテンコールで客席が明るくなると、そこにはいつもファンの皆さんがたくさん見に来てくれていたこと、そして卒業を発表してからの3ヶ月間はファンの皆様の愛を本当にたくさんたくさん感じた毎日でした。
すごく寂しい思いをさせてしまったのに、今まで本当に幸せだったよ。これからは一緒に幸せになろうねと温かい言葉をたくさんくれました。僕はファンのみんなが本当に大好きで、こんなに素敵な人たちに好きになってもらったことが、きっとこれからも一生忘れない人生で一番幸せなことでした。たくさん笑ったね。たくさんいろいろなことを話したね。最後はいっぱい泣いてごめんね。みんながくれた思いが全部大切なかけがえのない宝物です。ザ・フーパーズのメンバーになれてよかった。これからもきっとそれがどんな形であれ表現することはずっとずっと自分にとって大好きなことで大切なこと、そう僕に思わせてくれたのはファンのみんなです。星の数ほどいる人の中で君に出会えたこと、君が僕を好きでいてくれたこと、僕が君を大好きだったこと、ずっとずっと忘れません。3年間本当にたくさんの幸せをありがとうございました。2017年5月4日ザ・フーパーズ水木。ということでね、メンバーのみんなにも来てもらいましょうか。そうです、はい、みんな来てください。お待たせしました。お待たせしました。泣いてる。あ泣いてないよね。今日はね、はい、あの実はメンバーにも手紙を書いてきまして。やだやだやだ。実はね、これ聞かなければ卒業がなくなる感じ。延期で。ちょっと帰るか。そうだね。じゃーん。すごい。あ、すごい、いい反応してくれる。すごい。ゆうひさんから。そうだね。ちょっとじゃあゆうから、はい、お願いします。うん、あ、泣いちゃうね。もう。セシル。はい。はい。セシルは僕が休んで穴を開けてしまった時に。しまった時にピンチヒッターを務めてくれました。感謝の言葉をいくら言っても足りないくらい感謝しています。大変な時あなたはいつも弱音を吐かずひたむきに全力でやっていた姿、実は尊敬していました。これからも持ち前の笑顔とあざとさでファンのみんなを魅了していってください。もっとかっこよくなる接種に期待して外からずっと見守っています。これからはちゃんと部屋をきれいにね。ありがとう。きれいにします。ちゃんとしろよ。ごめん汚いの部屋。知ってるよ。初めて知ったわ。ありがとう。次セナ。はい。セナとは出会った日から一緒に帰ったりすぐお泊まりしたり、テレビ電話をしたり、よく遊びに行ったりして、一番たくさん一緒にいてくれて、そして一番の夕日の理解者です。猫したとは思えないしっかり者で、MC でメンバーを引っ張ってくれてましたが、メンバー一の甘えん坊でとても可愛かったです。またいつでも抱っこしてほしくなったら連絡してください。ずっと僕の弟です。これからも MC アクロバットでみんなを引っ張ってください。舞台も頑張ってね。ありがとう。では次、ハルキ。やだはい、ハルキ。いつもダンスやフォーメーションを考えてくれたり、ダンスが苦手な僕に教えてくれたりしてありがとう。仕草やかっこいい見せ方ピカイチで
たまに見てにやけてしまう時もありました。こっそりダンスや見せ方を盗んで真似したこともありました。でも本当に真似したいなと思うくらい、はるちゃんには素敵な魅力があります。かっこいいかと思えば時折見せるお茶目な部分にとてもキュンとしていました。ダンスやファッションでもっとはるちゃんが輝けることをこれからも応援しています。ありがとう。未来、未来の歌声を初めて聞いた時から鳥肌が立ったことを今でも鮮明に覚えています。メンバー一緊張しいでデビューして2年経った今でも本番前をずっと待っている未来、それでもステージに立てば誰よりも堂々としていて迫力のある歌声でファンのみんなを魅了している姿、すごくかっこいいです。そしていつも僕に歌を教えてくれて褒めてくれたこと感謝しています。そのライブも頑張ってね。未来の素敵な歌声がもっともっとたくさんの人に届きますように。休んだりしてすごく迷惑をかけてきました。それでも変わらず笑顔で迎えてくれて接してくれたこと、今もこれからも感謝してもしきれません。みんなと出会えてここまでいろんなことを乗り越えて一緒にしてきたことを誇りに思います。これからみんなで乗り越えなければならない試練もたくさんあると思います。でもフーパーのメンバーで支え合い、みんなの力を借りてもっともっと上に行くことを信じています。これからも僕はずっとみんなのことが大好きです。本当に今まで素敵でかけがえのない時間をありがとう。2017年5月4日夕日より。じゃあ次、ゆずきさん。はい、未来へ。はい、未来は
未来の歌を聴いたスタッフさんが他のメンバーも少し後からザ・フーパーズに連れてきてくれました。いろいろな思いもきっとたくさんたくさんあったと思うけれど、未来はフーパーズを選んでくれて仲間になってくれました。未来の歌はグループにとっての宝物です。ザ・フーパーズで歌ってくれてありがとう。未来がメインボーカルになってくれたから今のグループがあります。これからもその圧倒的なかっこよさと素敵な歌でザ・フーパーズを明るい未来へ引っ張っていってください。ありがとう、ありがとう、 OK、 ありがとう。はい、では次はセナ。はい、セナへ。セナはグループ最年少だったセナから最近はすごく雰囲気が変わったなと思う時がたくさんあります。もう弟キャラじゃなくてすっかりお兄さんだね。いつも明るくて優しくてしっかり者のセナに助けてもらったことがたくさんあります。本当にありがとう。セナのどんな時も明るくてまっすぐなところはきっとたくさんの人を元気づけると思います。いつまでも一番星のようにキラキラと輝き続けてください。あとね、セナのお母さんとお姉さんにもライブで会うたびにいつも気さくに話しかけてちょっと嬉しくてライブで会うたびにいつも気さくに話しかけてもらってすごくすごく嬉しかったです。お母さんとお姉さんにもよろしくお伝えください。舞台も体に気をつけて頑張ってね。ありがとうございます。なんか親に取られてくれた。ちょっとなんか嬉しいんだけど、ちょっと後で親に。そう、いやでもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。よし、次はね、ハルキへ。あ、はい。抜けちゃう。確かに。すいません。はい。ハルちゃんとはデビュー1年目の時。一回だけ差し飲みをしましたね。あの日のことはきっとずっと忘れないと思います。はるちゃんはあの頃からずっと変わらず今もかっこよくて努力家で、そしてすごく優しいです。はるちゃんのザ・フーパーズを大切に思っているところ、どんな時もかっこいいところ、熱い思いを持っているところ、そんなはるちゃんのまっすぐな心が最終オーディションで一緒だった時から今も変わらずずっと大好きです。これからもそのかっこよさとセクシーさでたくさんの人を魅了してください。またいつか差し飲みしようね。する。ありがとうございます。次はね、セシル。セシルへ。セシルはきっと一番いろいろな思いを抱えてここまで一緒にやってきてくれたんだろうなと思います。いつも笑顔で明るいけど本当はすごく繊細で傷つきやすいセシル。セシルは末っ子なのに一番強がりな人だと思います。もっと周りに甘えてもいいんだよ。セシルはどんな時も優しくて大人で純粋で、そんなセシルに何度も助けてもらいました。本当にありがとう。もしいつものハッピーが時にはほんの少しアンハッピーになったらいつでも連絡ください。一緒に美味しいカレーを食べに行きましょう。行きます。ありがとう。よし、翼へ。はい。翼とはホテルの部屋が一緒で、遠征の旅に朝までいろいろな話をしたね。翼は少し抜けてるように見えるけど本当は周りをすごく見ていて、一番困っている人に気づいてあげることができる優しい人だと思います。弟みたいで可愛かった翼も最近話をしているとすごくお兄さんになったと思います。翼の言葉に励まされたことが何度も何度もあります。これからも無理をせず翼らしさを大切にして頑張ってください。また二人で時々プライベートで遠征しましょう。その時は朝まで寝かせません。楽しみにしてま
伝えたいことたくさんあります。だけど一つ、誠がいてくれたから自分はここまでやってこれました。泣きながら誠に電話して何時間も話を聞いてもらった夜が何回もありましたね。どんなに深夜でもあなたは優しく最後まで話を聞いてくれました。卒業のことで本当に本当に悩んでいた時、瑞希が幸せになることが私は一番大切だと言ってくれたことが本当に嬉しかった。これからは仕事を外して本当の友達になってください。最後に浜下のマウンドに連れて行ってくれてありがとう。誠が野球を大好きな気持ち、そこで出会った人たち、これからもずっとずっと大切にしてください。ありがとう。楽屋でいつもふざけて笑ってるみんなをもう見れないんだなと思うとすごく寂しいです。楽しい3年間を過ごせたのはみんなが一緒にいてくれたからです。メンバーと過ごした毎日がかけがえのない大切な人生の宝物です。これからも体に気をつけてみんなの最高にかっこいいところを世界にたくさんたくさん発信してください。いつかすごく大きな会場でザ・フーパーズのライブを見て、その時には感動の涙を流すことが僕の夢です。くれぐれも体に気をつけてたまに遊んでね。未来、セナ、ハルキ、セシル、翼、誠、ダンスを一から教えてくれた純子先生、歌うことの楽しさを教えてくれた滝沢先生、矢島先生、いつもそばにいてくれたマネージャーさん、スタッフさん、3年間本当にありがとうございました。みんなのことが大好きです。2017年5月4日瑞希より。それでは瑞希と夕日の卒業式を始めたいと思います。はい、まずはファンの皆さん、デビューしてから2年間この8人と共に過ごしてくれて本当にありがとうございました。どんな時もこの8人で力を合わせて8人だからこそ見れた夢がたくさんありました。今日までこのメンバーとずっと一緒に向き合ってくれて本当に本当にありがとうございました。願いが叶ったり叶わなくて悔しかったことも全部が本当にね、いい思い出です。今日この日まで、夕日と瑞希、本当に精一杯頑張ってくれました。この二人に、心から今までありがとうという気持ちを込めて、メンバーから卒業証書を送りたいと思います。では、ゆうひにはメンバーを代表してセナから卒業証書を送らせていただきたいと思います。はい、卒業証書、ゆうひ殿。あなたはグループ結成から3年間サブリーダーとして誰も見てないところで楽屋を片付けてくれたりメンバーの話を聞いて聞き役をしてくれたり MC の時もそっと後ろからフォローしてくれたり
のサポートをしてくれました。何度も何度も連動はユーヒのその優しい心遣いに助けられました。今までありがとう、心から感謝しています。そしてお疲れ様でした。本日ザ・フーパーズを卒業することを認め、これを卒業証書とします。2017年5月4日ザ・フーパーズメンバー一同ありがとう。それでは、水木絵はリーダーの誠から卒業証書を送らせていただきます。卒業証書、水木殿、あなたは誰よりも高いプロ意識を持って、常に努力を怠らず、いつも全力でパフォーマンスしてくれました。そしてファンのみんなのことをいつも気にかけて愛してくれていました。あなたがいなければザ・フーパーズはここまで来れなかったと断言できます。今までありがとう、そしてお疲れ様でした。本日ザ・フーパーズを卒業することを認め、これを卒業証書とします。2017年5月4日ザ・フーパーズメンバー一同本当にね、ここまでオーディションを受けてこのメンバーが決まって結成されて3年半、もう4年目になりますけど、4年本当にいろんなところに行ったり、いろんなことをしたり、どんな時もこの8人でね乗り越えてきました。時間って止まってほしいけど止まらないし、その分俺たちも止まってられないから、進まなきゃいけないから、本当にね、2人が抜けることによって絶対俺たちも不安に思うことだったりとかあると思うけど、ここまで8人で作り上げてきたこのフーパーズっていうグループをもっともっと大きくしたいし、みんなと一緒にいろんなところに行って、いろんな思い出をもっともっと積み重ねていきたいんです。だから、これからも皆さん、フーパーズ、ここで第一期は幕を閉じてしまいますが、この後、フーパーズはまだまだ前に進んでいきます。そのフーパーズについてきてくれますか？もちろん。俺たちももっと絶対みんなをいろんなところに連れてって、もっと素敵な世界を見せると約束します。だからこれからも一緒に、そして新しい世界に一緒に行きましょう。ついてきてください、ニューワールド。I'm gonna make it.
I'm not afraid to die.
3年半、本当にお疲れ様でした。今までありがとうと直接言うと泣いてしまいそうなので、もう泣いてるかもしれないんですけど、今日までの2人への感謝の気持ちを込めて6人で1曲歌を作りました。最後の曲を2人に送ります。Life is beautiful。離れても
必死だった、ね、これないよ。これ昨日ゆうひの目の前でこれ口ずさみそうビンビン最後までお気の掛かりをありがとうございます。いや、こういうのをね、
チケット2部もソールドだったから、多分本当にここに来てくれてるみんなももちろんだけど、1部2部多分絶対2部の方がニコ生の方もすごいと思うからね。ニコ生もね、本当にありがとう、本当にありがとう。みんなで大切な人よ、たとえ離れても。